皆さん、こんにちは。ジュリーの愛称で知られ、ザ・タイガースのボーカルとして人気を博した沢田研二さん。セクシーな容姿と生まれ持ったカリスマ性で多くの人を魅了し続けています。今回はそんな沢田研二さんの息子や不倫から観客への暴言事件に関する話をご紹介します。最初に沢田研二さんの簡単なプロフィールから見ていきましょう。名前、沢田研二。本名、沢田研二。ニックネーム、ジュリー。生年月日、1948年6月25日。職業、歌手、俳優、作詞、作曲家。所属、心コーポレーション。出身、京都府京都市。学歴、京都府立大木高等学校。中退。沢田研二さんは愛称ジュリーで知られる歌手です。1970年代から1980年代にかけて多くのヒット曲を生み出し、特に霊人、お前にチェックインなどで大変な人気を博しました。中性的な雰囲気と男性的なワイルドさを兼ね備えた魅力で多くのファンを魅了してきました。2018年には埼玉スーパーアリーナで予定されていたライブを突然キャンセルしたことで話題となりました。キャンセルの理由について沢田研二さんは、イベント会社から9000人の観客が来ると聞かされていたのに、実際には7000人しか集まらなかったこと、そして予約のない席が埋められていたことに不満を抱いたからだと説明しています。沢田研二さんは、客席がスカスカの状態でやるのは酷なこと、無理だよ、僕にも意地があると述べ、その場を立ち去ったそうです。この行動には賛否両論がありましたが、長年のファンからは納得しなければやらないという、そのスタンスに共感する声も多かったようです。ちなみに、このドタキャンが報じられた際に映った姿がまるで別人のようだと注目を集め、話題になりました。特にひげを伸ばし、体型もふっくらとした姿は、かつての美青年のイメージとは大きく異なり、病気説も浮上していたほど、その変化をネット上では、カーネル・サンダースにそっくりと表現する声もあり、貫禄が出たとの見方もあります。そんな沢田研二さんは、1975年6月、歌手、伊藤恵美さんと結婚を発表し、比叡山延暦寺で挙式しています。1975年に結婚した二人は7歳も年上の女房ということで、当時はとても話題となり、同時に沢田研二さんの女性ファンからは悲鳴が上がったのです。人気者同士の結婚により、結婚後もマスコミ各社が伊藤恵美さんと沢田研二さんの馴れ初めを必死で調べたようです。しかし、それらは公開されておらず、報道もされていません。ただ、伊藤恵美さんと沢田研二さんは同じ渡辺プロダクションに所属していたため、そこで知り合った可能性が高いと指摘されています。また、どこからの情報かは分かりませんが、交際期間は6、7年と言われているようです。結婚から約4年後の1979年3月に息子の沢田和人さんが誕生しています。レコード会社に勤めており、音楽関係の仕事をされているようです。一部で障害を持っているという噂が飛び交いましたが、特に根拠はなかったようです。伊藤恵美さんと沢田研二さんの離婚理由は沢田研二さんの不倫でした。そして、沢田研二さんの不倫相手というのが当時人気女優だった田中裕子さんだったのです。この沢田研二さんの不倫劇については、当時ワイドショーでも大きく取り上げられました。1983年6月、沢田と前年に公開された映画「男はつらいよ」で共演した田中裕子との不倫が発覚する。沢田は田中のマンションに足しげく通うようになり、やがて家に帰らない日々が続く。そんな中、田中が恵美さんに宣戦布告するかのように、必ず彼と一緒になると宣言。一方の沢田も不倫を認めるような発言を公の場で繰り返した。
1986年8月、沢田研二さんが妻と一人息子を残して家を出たことで、沢田研二さんは判を押した離婚届を置いていったと言われ、1987年1月7日に正式に離婚が成立。沢田研二さんは体一つで家を出ており、テニスコートなどを含めた総額18億円とも言われる資産は、慰謝料としてほとんどが伊藤恵美さんに譲渡されました。なお、伊藤恵美さんは2012年6月15日に死去しています。71歳で亡くなった伊藤恵美さんは、自身が癌であることに全く気づいていなかったそうです。伊藤恵美さんは亡くなる3ヶ月前の2012年3月、腰の痛みがひどかったため病院を受診したところ、すでに末期の癌であることが判明したそうです。そして癌が判明してからわずか3ヶ月で亡くなったので、この伊藤恵美さんの訃報はすぐに沢田研二さんの耳にも入ったようです。そして自宅前にはコメントを求めに報道陣がたくさん集まりましたが、沢田研二さんは無言を貫き、所属事務所もコメントは出さないことを明らかにしました。伊藤恵美さんが2012年に癌で亡くなった後、息子である沢田和人さんは伊藤恵美さんの姉である伊藤由美さんと二人暮らしを続けました。伊藤由美さんは生涯独身を貫き、甥の沢田和人さんを実の子のように可愛がっていたといいます。ところが沢田和人さんが自立を希望したことから、2013年の春頃に伊藤由美さんと沢田和人さんはそれぞれ別のところへ引っ越すことになりました。伊藤由美さんと沢田和人さんが暮らしていた豪邸は土地ごと売却され、その年の秋には取り壊されてしまったのです。伊藤由美さんの知人によると、由美さんは恵美さんと離れることができず、結婚して家庭を築くという普通の幸せを手に入れられなかったという思いが少なからずあります。だからこそ彼の思いも痛いほどによくわかるんです。とはいえ、彼女はもう73歳、ほとんど生まれて初めての一人暮らしですから、彼の決意を苦渋の思いで受け入れたんだと思います。自宅を残しておくことも考えたそうですが、維持費もかかるので売ることにしたそうですと語っていたことがあります。伊藤由美さんは沢田和人さんの家から車で10分ほどの場所に住み、頻繁に行き来することで一人暮らしの寂しさを紛らわせていたのだとか。そして伊藤由美さんは2016年5月18日に75歳でこの世を去りました。伊藤由美さんの死因は明かされていませんが、どのような思いで最後を迎えたのでしょうか。姉の恵美さんを思い、甥の和人さんを思い、そして歌手として歩んだ人生を懐かしんでいたのかもしれませんね。さて、離婚してから顔を合わせていなかったという沢田研二さんと沢田和人さんですが、2013年1月にザ・タイガースのコンサートで再会しています。沢田和人さんが伊藤恵美さんの手紙を渡すために沢田研二さんのコンサートの楽屋に訪れたそうです。手紙には父親との再会を望む伊藤恵美さんの思いが綴られていました。沢田研二さんはその手紙を読んで涙を流し、25年ぶりの再会が実現したのです。この再会は沢田研二さんと沢田和人さんの関係を再びつなぎ直す重要な出来事となりました。そんな過去を持つ沢田研二さんですが、全国ライブツアー中にファンの声援に対して激怒したことが報じられています。沢田研二さんはライブツアーの沢田研二ライブ2024木の枝立つ静かなる岩を4月3日から11月7日まで全国で行っています。6月1日に岡山で行われた公演でも年齢を感じさせない躍動感あふれるパフォーマンスを披露し、多くの観客を魅了しました。50代の女性ファンは MC を挟むことなく12曲をぶっ通しで演奏してくれました。体調が芳しくないという話も聞いていたので心配していましたが、伸びやかな歌声は健在でしたし、ステージ上を右へ左へと走り回り、驚くくらい元気でパワフルだったのでほっとしました。トークもキレキレでしたしね、と語っています。
しかし舞台裏では緊張感が漂っていたようです。5月20日に大阪のフェスティバルホールで行われた公演中、ある男性ファンがステージ上の沢田研二さんに向かって体大丈夫と声をかけたことがことの発端でした。沢田研二さんは見てわからんかと突っ込み、その場は収まりましたが、主演後に裏で何なんだと激怒していたそうです。実際に後日のライブ MC でその時のことを振り返り、あれは嫌だったとファンに明かしています。男性ファンは沢田研二さんの体調を気遣って発言したのでしょう。本人にとっては NG ワードだったのです。近年のライブでは沢田研二さんの衰えを心配する声が上がっています。ここ数年はライブで歌詞を間違えたり MC で噛んだりすることが多く、歌唱直後には肩を上下させながら息をするシーンも見受けられました。今年の正月ライブツアーでは耳も目もダメでという健康不安を感じさせる発言もあり、ファンの中にはショックを受けた人も少なくなかったようです。しかし4月からのライブツアーでは一転して、沢田研二さんは発達とした姿を見せています。芸能関係者によると、負けず嫌いでプライドの高い沢田研二さんですから、今回のツアーでは体調不安説や病気説を吹き飛ばすべくステージを盛り上げようと自分を奮い立たせています。好不調の波はあるものの、張りのある声は健在ですし、持ち歌とはいえ何十年も前の曲を当時からキーを下げずにライブで20曲近くも歌い切る実力は確かなものですとのことです。沢田研二さんはツアー中何度もあと5年は歌い続けたいと語っており、80歳になるまでステージに立つつもりでいるようです。芸能関係者は沢田研二さんなら今の状態をキープするどころか、さらに進化した姿を見せてくれるかもしれませんと期待しています。いかがだったでしょうか。今回は沢田研二さんの息子や不倫から観客への暴言事件に関する話をご紹介してきました。今もなお多くのファンに愛される沢田研二さん、今後も体調にはくれぐれも気をつけて長く活躍を続けてほしいものですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。